神田のラジオ訳してダマラジオ始まりました。第43回目。はい、というわけで、先週は動画をお休みしまして、長くちょっと空いちゃいましたダマラジオ。というわけで本日はたくさんお返事を返していきたいと思います。はい、気合は十分です。炭酸水を飲んで、準備は万端です。はい。ね、そうですね。8月ももう中旬になりました。なりました。お盆休みですね。はい。私の会社は、お盆休みでドンっていう休みっていう方式、形式ではなく、こう、部署内でこう、各みんな5日間好きなところをね、こう、みんなでこう、調整し合いながら好きなところを取れるので、私は来月、がっつりとお休みをいただく予定でございます、はい、そんな感じですけれども、夏休み皆さんはどこかに行かれてますか？私は今んとこ、まあ、全然行ってなくて、八景島シーパラダイスくらいなのですが、そうですね、うん、でも来月は一人で、アメリカの方に友達が住んでるので行っていきたいと思います。2年くらい前に行ったってちらほらこのダマラジオとかでも言ってると思うんですけど、その先輩に会いにまた行っていきたいと思います。まあ要するに現実逃避ですね。はい。日本にね、日本は好きだけどやっぱのんびりしたいなって思って、うん、せっかく友達ってかもめっちゃ仲いい先輩にも会えるしっていうので行こうと思っております。だからこう、過去のダマラジオが流れてそう、だからちまちまね、貯金して貯めてますが、そんな感じでその来月を楽しみに今はやるべきことをやるみたいな感じですが、まあね、本当に風邪も長引きましてね、え、食中毒になったりとか、ほんと今年はついてないなって感じですけど、そう。ねえ、あと、まあそうですね、いろいろと今は病院に通っております。なんでこんなに病院行かないといけないんだろうみたいな感じで、うん、こんな感じですね。でもまあ元気になったので、今日は元気よくって言ってもなんかこの辺がまだ詰まってんだけど、お返事をしていきたいと思いますので、早速神田マンの質問コーナー。このコーナーは神田マンがツイッターのハッシュタグダマラジオ、または YouTube のダマラジオのコメント欄に来ているコメントに勝手に返していくコーナーでございます。本日は YouTube の方を中心に、#39、そして元気があれば40もいっちゃいたいなっていう感じで、いきます。はい、たくさん質問来てるのでお待たせしてすいません。早速、ででん。まだなかったら動画リクエストしたいのですが、神田さんは洗濯へのこだわりとかありますか？私は傷めたくない服や毛玉ができそうな服は手洗い香水専用の洗剤を使ってますが、徐々に傷んでしまいます。神田さんの服はあまり傷んでないように見えますが、単純に着用回数の違いでしょうか？何かコツがあれば知りたいです。私は何もこだわりがございません。黒だけでドンって洗ったりはするけど、で、おしゃれ着洗いにしちゃうくらい。で、まあその素材とかによってネットに入れたり、T シャツとかのなんだっけ、レーヨンだがなんだかが、違うな、ポリエステルかなんか、なんだっけ、なんかその洗濯マークとか見て、あと触った感じでこれ生地弱いなとか思ったらネットに入れて、で、おしゃれ着洗いみたいな感じかな。で、本当に、家じゃ洗えないようなものはクリーニングに出すみたいな感じで、全然こだわりがないです。でもその傷んでないように見えるのは多分その強いやつをもともとなんだ、触り心地とかで生地強いやつの方が張りがあるものの方が好きなので、多分そういうことだと思います。うん、全然こんな感じかな、うん、全くもってこだわりがございません。はい、次、ででん。はじめまして。いつも楽しみに動画待ってます。ありがとうございます。今回は相談というか、話を聞いてもらいたくコメントします。話を聞いて
いきましょう。私は今年21歳になります。この前の6月10日に1年3ヶ月ほど付き合っていた彼氏と別れました。別れを切り出したのは私です。私には元から強い結婚願望がありませんでした。短大を卒業し社会人になってから周囲の環境が変わり思うこともたくさんありました。彼のことは大好きですが、このまま付き合っていて彼の友達との時間を奪っていないかとか、彼を我慢させていないかとか、結婚する気もないのにずるずる付き合っていたら彼の出会いを奪ってしまうのではないかとたくさん考えました。たくさん考えた結果別れようと思い伝え終わりました。しかしどうしても忘れられません。自分でも驚くくらい落ちてしまい、こんなに彼のことが好きだったのかと思わされました。ただもし復縁できるとしてもする気はありません。同じ行動の繰り返しになると思ってしまうからです。彼のことを忘れられず何をするにも思い出し、誰とでも比べてしまいます。いつまでもくよくよ未練たらたらでは彼に失礼かもしれないとも考えてしまいます。神奈間さんならどうやって乗り越えますか。時間がかかってもゆっくり思い出にできるまで思い続けてもいいものなのでしょうか。ちなみに彼も同い年です。彼は元から人と遊ぶのが大好きで、前までは毎週飲んだり友達とプラッと県外にラーメン食べ行ったりするような人でした。私と付き合ってからお互い空いてるのが日曜のみだったので、いつの日か決まって毎週日曜が会える日になってました。日曜に会うとなると必然的に土曜は夜遅くまでお酒が飲めず、それも彼の負担になっていたのかなとも思っていました。なるほど。乗り越える方法は、まあ、自分から別れを切り出したならもう前を向くしかないと思うんですけど、多分一人で考えすぎな気がする。こう彼の負担になってたんじゃないかとか、全部この方の思い込みな気がして、なんかもったいないなってすごい思いましたね、うん、ぶっちゃけだって好きな人と会うためだったらね、頑張れるっていうか、なんかそれを苦痛に思わないっていうか、なんだろうな、21歳でしっかりしてるのはすごいと思うけど、なんかこの結婚願望がないからかもしれないんだけど、なんかなんだろうな、結婚ってなったらこういう相手への気遣いも大事だけど、一人で解決するんじゃなくて相手と話し合って解決することが大事っていうか、結婚する気もないのにずるずる付き合うのは全然良くないって思っちゃうし、まあ、なんか人それぞれ付き合う目的といろいろあると思うけど、私も結婚考えられる人じゃないと付き合いたくないって思うから、もうなんかこの方とは考え方が違うかもしれないけど、でも付き合って自然と結婚が見えてくる形もあるから、お互い結婚が強くて付き合う形もあるし、なんか焦りすぎなんじゃないかなって率直に思いましたね。でも全然思い続けるのはいいと思います。うん、彼のね、友達との時間はね、奪ってないと思うよ。自分が、なんか、彼が、なんだ、彼との約束してる日に彼が友達と遊び行ってくるってなったら、えってなるし、もともと友達と遊ぶ約束の日に自分が会いたい言ってたら奪ってると思うけど、お互い納得の上で、ってか彼がいいよって言ってくれてることに関して、もうなんか疑うとかもしなくていいと思う。いや本当に好きな人と会うってパワーになるっていうかさ、私はそういう風に思うから、負担っていう考え方は全然ないと思います。考え方はないと思いますが、そういうことはないと思う。だから次恋愛するときはもうちょっとその相手、自分自身でこうなんじゃないかって決めつけるんじゃなくて、相手と話し合って決めるのがいいんじゃないですかねって思いました。はい、次でね、こんばんは。いつも楽しく動画見させていただいてます。ありがとうございます。相談なのですが、最近アブローラーを買って挑戦してみたものの、腰が痛くて何回もできません。腹筋を意識しながらやってるつもりはいるのですが、なかなかうまくできないので、コツとかあれば教えていただきたいです。これは私に聞かないで、他の人に聞いた方がいいと思いますよ。
ただ上田さんは私のパーソナルトレーナーである上田さんはアブローラーを私にやらなくていいって言ったので、アブローラーができないことは別にマイナスにならないです、はい、っていうのもフォームっていうか筋トレってなんか正しいフォームでやることに意味があるから、間違ったやり方になっちゃうならやらない方がいい、他の自分にとって有効な手段を見つけた方がいいみたいな感じでございます。はい、次ででん、神田間さん、こんばんは。こんばんは、初めてのコメント失礼します。いらっしゃいませ。神田間さんは地震、雷、火事、親父、どれが一番怖いですか？くだらない質問ですいません。これからもずっと大好きです。くだらない質問大好きめっちゃ好き。気楽に答えられる。この中だったら私は地震が怖いですね、うん、火事も怖いけど、雷は大丈夫です割と、うん、父親も大丈夫です。怖いっていうか、うちのパパは、まあ、怖い部分もあるけどユニークっていうか高田純次さんみたいな自分の父親を高田純次さんって例えるのもなんか恥ずかしい部分があるけど、ほんとそんな感じなんで、お父さんは怖くないです。ただ私が世の中で一番怖いと思うのはカラスです。カラス、本当にカラスが怖い。こんな感じ。はい、次ででん、こんばんは、相談です。19歳大学生です。いらっしゃいませ。私には気になる人がいます。ですが今度その気になる人ではない男性に誘われ二人で出かけることになりました。その男性と私の気になる人には接点があるのですが、一緒に出かけている時に気になる人の話題を出したり恋愛の相談をするのはあまり良くないことなんでしょうか。よろしければお答えください。おー、まあ一緒に出かけている人からしたらすごいショックだよね。違う人の、しかも友達、こう接点がある人のことに好意を抱いている、自分が好意を抱いている女性が自分が接点を持っている友達のことを好きで、もうなんかそれの相談されるってなんか男性側からしたら虚しくなると思うけど、私だったら別のところにするな相談は、うん、まあ、その人の名前を出さずしてこういう時だったらどうしますかとか、こういう人に対してどういうアプローチしたらいいと思いますかとか、そういう遠回しない質問の仕方はするかもしれない。こんな感じ。てか2週間前にここにコメントが来てる、言ったのかな。そんな感じでございます。まあ私だったらストレートには相談しないです。次ででん、いつもダマラジオ拝見させてもらってて自分も相談したいのでさせてもらいます。いらっしゃいませ。私は中学3年生の女子です。中3の女子、若いよ。もう十何個違うのかな私と。キャー大変。はい。私は中学1年生から好きな男の子がいて2度告白しています。2度ともありがとうと返事をもらい、2度目の告白ではありがとうと返ってきたのに対して進展したいという思いで付き合うことはできないのかと聞いてみました。すると頻繁に会っているわけではないから難しいと言われてしまいました。その後諦めようと思い連絡を取っていなかったのですが、また連絡を取る機会があり、やっぱり好きとなってしまったんです。それを相手に伝えるとマジとありがとうではない返答が返ってきました。ですが相手には好きな人ができたらしく、付き合おうとかもちろん言えませんでした。この先進展することは不可能でしょうか。中3というまだまだ子供ですが付き合いたいんです。養母になりたいんです。なので少しでも意識してもらえるようになるためにはどうしたらよいか教えていただけると嬉しいです。中3か、なんだろうな。もう多分相手に十分好きって伝わってるからね。しかも向こうが今好きな人ができたんなら、難しいね。付き合いたいんだね。彼女になりたいんだね。頻繁に会ってるわけじゃないってことは、頻繁に連絡を取ればいいんじゃない？それで向こうからもう既読する LINE とかあるのかな？あるよね。されるまでもひたすらまっすぐに気持ちを伝えるとかどうなんだろう。私個人的な
話をすると2回同じ人にね告白してて一切振り向いてもらえなくて諦めましたね、うん、とかはあるけど、でもその後高校生になって全然会わなくなってから相手から連絡が来たりとかもしたから、まあ、人生何があるかは分からないですけど、めっちゃ自分磨きしてるのが一番いいんじゃないかな、分かりやすくね思うけどな。なんかこうやっぱ外見でね第一印象ってなんかグッてくるじゃん、なんかインパクトがあるっていうか、それを変えていくことであれみたいな、あいつ可愛くなったみたいに思われるのって意識してもらえるきっかけだとは思います。そんな感じだ。中学生だとしたらグロスくらいはつけていいのかなとか、なんかそういう感じ、髪の毛綺麗にするとかそういうのしかちょっと思い浮かばないんですけど、そんな感じでいかがでしょうか。はい、次、ででん。神田さん、こんばんは、こんばんは。いつも応援してます。ありがとうございます。相談なんですが、私は元旦那に不倫をされ、その内容がドロドロで、妊娠中の不倫から始まり、私が実家に帰っている間も家で浮気をされ、夫婦二人の写真をクローゼットに隠されたり、タンスから私のではない下着が出てきたりと言ったらキリがないのですが、すごくすごく傷つきました。次の再婚はまだ考えられませんが、男の人って結局こんなもんのなんだとトラウマになってしまい、自分に自信がなくなってしまいました。神田さんならどう思いますか。あれはひどいね。でも私はそういう男性ばかりじゃないとは思いますよ。ただそう、こういう男性もいるんだなって今ゾクッとしちゃったんですけど、トラウマになっちゃうのはすごいわかる。こんだけされちゃうとね、下着出てきたらもうドン引きなんだけど、気持ち悪ってなるよね。急がなくていいとは思います。だし多分こうやって傷ついた分、次人を見るときは変わるというか、温かいこうどしっと包容力のある人とうまくいくんじゃないかなって勝手ながら思います。ちなみにこの方がいけないから私はこう元旦那さんが不倫をしたとかではないと思います。本当にこの元もお別れした旦那さんが本当にごめんなさいですけどクソ野郎だっただけだと思うので、そんなに自分は責めなくていいと思います。って私は思うから、そんな自信をなくさないでってこう画面越しで言っても伝わるかわかんないんですけど、自分を責めないでください。それは思います。いや本当にクソ野郎だなって、はい、何度も言いますがクソ野郎だなとしか思えないし、なんかもう離婚してよかったんじゃないですかね。そんな人と私は住みたくないです、って思います。いろいろ大変だと思いますが、あんまり自分を責めずに前を向いていってほしいです。そんな感じでございます。はい、次、ででん。こんばんは、こんばんは。30歳の女です。いらっしゃいませ。結婚して旦那さんの仕事の関係で、東北から関東に最近引っ越しました。全く知り合いがいない土地です。私にも職場がやっとできて、職場では話す人もできましたが、シフト制で連絡先を交換するタイミングもなく、また子供がいる人ばかりでご飯にも誘えず、女友達が全然できません。旦那さんとは仲良しで笑いのツボも一緒なのでハッピーなんですが、やっぱり休みの日に遊びに行く女友達も欲しいです。結婚してるので一人で飲みとかも行く気になれないし、やっぱり地元の友達と電話とかで発散するしかないですかね。飲むときは神田さんの動画がお供です。たまラジオを経てお返事いただきたら嬉しいです。これもからも見ます。なんか今ジンってきちゃった。地元の友達とかとね、電話で話すのが一番楽しいと思います。っていうか、私もね、本当にどんどん遊ぶね、そんな地元とね、同じ、東京にはいますけど、私、それでもみんなどんどん環境が変わってって、会う人がどんどん限られてってて、どん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 昔みたいに気軽に遊べなくなってるこの感じですが、まあ、無理にこうなんだろうな、出かけようっていうよりかは会いたい人に会える時に会おうみたいな感じなんで、
ていう感じ、うまく伝ってるかわかんないですけど、そっか、こういう方も見てくれてるんですね。なんかね、私ゆるーく動画でお酒飲んだりご飯食べたりしてるのが、まあ、女子力向上って言いながら何の意味があるんだろうと思ってたんですけど、こういう方の声を聞くとなんか撮っててよかったなって思います。うん、なんかこのコメントをくれて嬉しいですね、素直に今私が、はい、ありがとうございます。まあね、連絡先交換するタイミングないし、子供がいる人ばかりってなったらなかなかね、うん、難しいですよね。で、私みたいにね、おかまんところで飲むっていうのもね、結婚されてるのでできないと思うので、まあ大変だと思うけど、ね、私とね偶然ばったり会ったら多分イエーイみたいな、私がめっちゃ飲みますと思うんですけど友達ってどうやってつくんだっけね。なんか大人になると難しくないですか。それを思うな。習い事とかもできる時間はなさそうですよね、職場でこうだと。なんか習い事とかがあればこうね、自然と友達ができたりするけど、あ、でも私あのネイリストさんとかは仲良くなりますね、自然と。飲みに行く仲間のネイリストさんもいるし、そういうところとかはどうなんだろう、仲良くなれるんじゃないかなって思ったり、どうなんだろう。とりあえず私は飲み動画、ご飯動画をこれからも、あの、こういう方もいてくれるんだなって思って、あの、頑張って更新します。はい、なんかありがとうございます。はい、次、ででん、アンナマさん、こんばんは、こんばんは。いつも動画楽しく見させていただいてます。少し前に同じ職場の年上の女性が好きだと相談したものです。覚えてます。あの後告白しました。お、結果は、今の現状で付き合うのは難しいかなと言われ、振られてしまいました。マジか。同じ職場、年下などの理由でした。すごく好きだったので、ものすごくショックでした。今でも好きです。もう一緒にご飯やどこか出かけたり、できないと考えると辛いです。一人でいると気が狂いそうになります。こんな時どうしたらいいのでしょうか。アドバイスあればお願いします。マジか、マジか。でもすごいなんか勇気を出してこう当たりに行ったんだなと思って、それはすごいかっこいいと思います。なんか行け行けって好きなら伝えろって言ってた私からするとちょっと複雑なんだけど、でもかっこいいと思う。うん。で、辛いのは友達が、私は恋愛失恋でのなんかこうむしゃくしゃした気持ちとか、やっぱ友達とか家族が救ってくれるものだと思ってるので、そっちとのその時間を、周りの人たちの時間を増やすかな。あとはこの方確か大会に出るとかで筋トレですよね、筋肉にぶつけてほしいなっていうのも思ったりもする。いや、本当に本当にかっこいいと思う。本当それだけは言う。結果は残念だけどね、でも言ったことに意味があると思うし、このね、感情を乗り越えたらまた一つでかくなると思うんですよね、気持ちの強さというか。から気が狂いそうなのを友達とか周りのみんなに支えてもらいながら、筋トレでこう圧をかけながら、自分自身もこう筋肉も心も成長しながら前に進んでほしいなって思いました。はい、はい、次、デデン、神玉さん、こんばんは、こんばんは。昔から見ていて数回質問させてもらってます。あら、ありがとうございます。いきなりですが質問です。はい、私は今大学1年の男子です。最近気になる人ができました。その子は見た目はタイプではないのですが、話していくうちにだんだん惹かれていきました。彼女は直接話すと緊張するらしく、話すときは毎回電話で話す中で、3、4時間の電話は当たり前みたいな感じで、前は電話でオールしました。ですが、彼女は高校の時振られた男子にまだ恋していて、恋愛相談もされます。恋愛相談されてるうちに諦めようと自分に言い聞かせるのですが、たまに不本意に来る電話などに喜んでしまいます。脈ありではないと思うのですが、神玉さんなら諦めますか、教えてください。ものすごく長くなってすいません。これからも動画楽しみにしてます。私だったら諦めません。私が大学1年生の時の年齢だったら諦めることはできないですね。で、相手の幸せを願ってこう、うん、うん、みたいな見守る系もできない。
奪うこともできないけど、人の幸せを願うことも私だったらできてないから、私だったら諦めない。自分といる時間のこの楽しそうにしてるのをこう気づいてもらえるように頑張るかな。そんな感じ？頑張ってください。はい、次ででん。はなまさん、こんばんは、こんばんは。初めてコメントさせていただきます。いらっしゃいませ。私は19歳の学生なのですが、35歳の人を好きになりました。相手の人はしっかり自分を持っている人で、仕事関係の人とは付き合いたくないと思っていたり、同じ職場の同僚の人が私と同年代の人と付き合っていることをあまりよく思っていません。私はすごく年が離れているし、週に一度会えるのも相手の人が仕事で企画しているフットサルに参加する時だけです。また私が行動する派でよく近くに行ったり話しかけに行ったりするので、好きなことが感づかれて最近そっけないような気がします。相手の考えを変えることって可能だと思いますか？もう脈なしって分かりきってる子は諦めた方がいいですか？分かりにくかったらごめんなさい。答えていただけると嬉しいです。相手の考えを変えることは可能だとは思うけど、相手の負担は大きいとは思う。私は最近相手を変えるくらいなら自分が変わっちゃった方が早いっていう思考にこの28歳になってからすごい思ってるので、まあ、相手を変えることも可能だけど自分が変わる方が楽って思っちゃってるのが現状ですね。まあ、脈なしって分かりきってる恋は諦めた方がいい。諦めた方がまあ辛くはないよね。でも自分が頑張りたいなら頑張ればいいと思うって思います。結局は恋愛ってさ、付き合うのがゴールかもしれないし、結婚がゴールかもしれないし、告白するっていう自分の気持ちを伝えるっていうのがゴールかもしれないし、その時の状況でそのなんだろうな、いろいろ変わってくると思うから、自分の気持ちが、自分自身がどうしたいかっていうのが大事になると思うんですよね。付き合いたいなら、私はその人が、そういう、なんか、ね、あんまり仕事関係の人とは付き合いたくないって思っていたり、その職場の同僚の人たちも、なんか、よく思ってないかもしれないけど、自分自身が、付き合いたいと思うなら頑張ればいいと思うし、それは自分自身のね気持ちを大事にして動いた結果だと思うし、でこうなんか付き合うのは不可能って分かってる中でそれでも好きでどうしても気持ちを伝えるっていうのは自分自身の心の整理だったりもするから言うのはありだと思う。今ちゃんと伝わってました？日本語全然頭の中でうまく整理して喋れてないんですけど、伝わったかな、って思います。あれ伝わったかな、今ちゃんと言ってたかな、要は自分がどうしたいかで、そのなんだろう、脈なしって分かってるから、脈なしって分かりきってる恋は諦めた方がいいかどうかは私が決めることじゃなくて、この方がこの相手に対してどういう行動をしたいかによって変わってくると思うっていうのが言いたかった。今ので伝わったかな。そんな感じでございます。はい、次でね。かんなまちゃん、こんにちは。初めて相談させていただきます。いらっしゃいませ。かんなまちゃんはこの人とは結婚しないなって人と付き合いますか？付き合いません。もう答えちゃったけど、付き合いません。年下の夢追い人を好きになってしまいました。私は来年から社会人で、彼は音大の3年生です。彼のライブを見に行って惚れました。過去彼はバンドマンではないですが、バンドマンに惚れる女の子の気持ちがめちゃめちゃわかりました。こんなに人を好きになったことがなくて、半年くらい下手っぴで分かりづらいアプローチしかできませんでした。彼は私に気はないみたいです。私としても夢追い人の彼の将来を考えると結婚は考えられません。好きな気持ちを忘れようと努力している状態です。かんなまちゃんならどうしますか？いつも動画楽しみにしてます。これからも応援してます。ありがとうございます。好きな気持ちを忘れたいなら、私は完全に連絡先だったり、すべてこう視界に入るものをバサッと切っちゃう。
なくしちゃうかな、うん、この人と結婚したいって思う人としか私は基本付き合わないですね。基本っていうか、うん、結婚考えられる人が好きになる。一つの恋愛として考えるなら付き合ってもいいんじゃないですかね。私は全てにおいてこう硬すぎるけどね、考えが硬いけど、こう将来を考えられることをやりたいから、うん、って思うかな。好きな気持ちは忘れるのは他のことに夢中になったりすることかな。とりあえず自分の中から全てを排除して、この彼の情報を排除して、で自分は別のものに没頭する。それで私はどれをそういう風にして違う方向を向くように自分でやるかな。そんな感じです。はい、次ね。はなまさん、こんばんは。いつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。早速ですが相談です。私は今27歳社会人です。先日転職先が決まり、新しい職場の方たちが集まる飲み会に参加してきました。せっかく皆さんに集まっていただいたのですが、人見知りの私は 大人数の飲み会が苦手で、あまり自分から話すことができませんでした。本当はもっと話したい気持ちもあるのですが、疑問や話したいことを思いついても、今これを話したら場の空気がしらけてしまうのではないか、こんなことを質問したら変だと思われるんじゃないかと場の空気を読もうとしてしまい、口数が少なくなってしまいます。大人数になればなるほど、その場の空気を読むことと自分を出すことのバランスが難しいなと思ってしまいます。神田さんは普段から本当にいろんな方や初対面の方とも楽しそうにお話しされていて、すごいなと思います。初対面の人や大人数の飲み会などで集まるとき、コミュニケーションを取る上で何か意識されていることありますか？アドバイスいただけると嬉しいです。これからも動画楽しみにしています。応援しています。ありがとうございます。初対面の人、大人数の飲み会、自分が聞かれて嫌なことは聞かないですけど、自分が聞かれても平気だなって思うことだったり、こう相手のこうなんだ、身につけてるものとかで気になるものがあれば話しかけたりとか、あとは質問するにも聞き方っていうか、ちょっと軽い冗談混じりで、例えばこう斜めじゃ前に男性が座ってました。その人のネクタイがピンクでした。それをきっかけで会話をしたいってなった時に、え、なんでそれピンク選んだんすかっていうのと、え、ね、なんでピンク選んだんすかみたいな、それなんですか、女子力ですかみたいな、え、めっちゃ斬新で、え、ってか超似合ってますねみたいな、こう、なんか、なんだろう、言い方でもいろいろ救われるというか、なんかそんな感じ。私はでも基本自分が聞かれて嫌なことは聞かないようにはするけど、なんかリラックスして結構言いたいことを言っちゃうことは言っちゃう派ですね。空気を読むのも自分を出すのも、なんだろうな。でも大人数になるとこう全員に気を使うのは無理だから、こう接しやすいって言ったらあれだけど、なんかこうポイントを押さえてこうやんわーりいくみたいな感じ。言うても私もそんな大人数苦手なんだけどね本当にお酒入っちゃえば全然平気だけど、あとは本当なんかこれは心理的な話だけど、真正面に座ってる人より斜めに座ってる人を話した方がなんかこう広がるし、斜めってすごい話しやすいとか好印象持たれるとかあるし、そういうのも使えるっちゃ使える。うん、あと話せてない人に対して話しかけるとかすると、そっから話が広がったりもする。そんな感じ。でも言うほど私もそんなよくわかんないから、そんな感じですうまく言えないけど、多分気を使いすぎだと思うんですよこの方。もうちょっと、しかもまあ転職先一発目の飲み会じゃん、なんかね、しょうがないよこれは、うん、徐々に今日はここの人たちと仲良くなろう、ここ今日はこの人たちと仲良くなるっていう、徐々に攻めていくのはどうでしょうか。そんな感じで思いました。はい、次でね。神田さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく動画見させていただいてます。ありがとうございます。相談です。はい。
私は今高校3年生で受験を控えています。半年付き合っている彼がいるのですが、彼はまだ部活もやっていてとても忙しいです。休みの日は私に時間を費やしてくれて、ほぼ毎日まめに連絡もしてくれます。私はそんな彼がとても大好きで幸せだと思う反面、彼の時間を奪ってしまっているという罪悪感がすごくあります。そこでそろそろ受験勉強も本格的に大変になってきているので、最近は連絡をしたり会ったりするのを自制しています。言い出したのは私ですが、今までとのギャップがすごすぎて毎日寂しくて毎日泣いてしまいます。もうこれは耐えるしかないのでしょうか。寂しいです。また受験と恋愛の両立は不可能なのでしょうか。おお、なんかあれだね、みんななんか彼の時間を奪ってしまってるっていうのに罪悪感を抱くこの20前後の方が多いのかな。20手前くらいか。私は多分相手がきつかったら言ってくると思うから、寂しいんだったら連絡取ればいいし会えばいいと思うけどな。で、自分の中で時間をコントロールすればいいというか、ねえ、なんか彼女の都合に振り回されて、なんかそれをなんか今ちょっと大変だから連絡控えさせてって彼の方が言ってきたらそれに合わせるべきだと思うけど、言われてないのにこっちが気を使うって、なんか私は違うなって思っちゃう、泣いちゃうなら連絡して会った方がいいんじゃない、と思うけどな。受験と恋愛の両立は私はできないです。できないしたことがない、受験と恋愛の両立を、高校大学受験を私高校3年生の時にしてないからあれだけど、当時の彼の受験の時は連絡取ってないですもん、全然、確かね。恋愛と受験の両立をしてる人もいると思うので、そこは人それぞれだと思いますが、私はできなかった。とりあえず泣いちゃうなら彼氏に会っといでって感じ。はい、次って言いたいんだけど、前相談をね受けた方からの最近こんな感じだよっていうご報告が来ております。遠距離就活生のね方ですね。だいぶ記憶的にも前だけど覚えてますね。ごめんなさい、今私一人で読んで楽しんでる。てかテカテカじゃない、大丈夫かしら。なんかすごいいい報告で、なんか涙出そう。もうさ、甲子園も始まってさ、その見ないけどね、試合は見ないけどニュース結果とかさ、ツイッターに流れてくんじゃん。ちょっと映像が流れるたびにもう涙腺崩壊みたいな。もう最近は本当に弱いんだよね。だからなんか、よかったなって思う。よかった。ココさん、よかったです。とりあえず内定と彼の方と、よかった。おめでとうございます。おめでとうございますで合ってるかな。よかった。報告ありがとうございます。はい、次ででん、神田さんいつも見てます、ありがとうございます。特に筋トレ動画は私が筋トレするきっかけにもなったらよく見てます。あら、最近風邪ひいてて上田さんからお休みしてくださいって言われたんで行けてないんですけど、間もなく上田さんのも再開しますので、はい、そんな感じでございますが、相談なのですが、私は男の人を見る目がないことに悩んでいます。もうすぐ28歳になるのですが、今回こそは真面目そうなとってもいい人って思ってデートを始めても、関係があった後に他に彼女がいることを他人伝えに知ったり、関係なしでいい雰囲気だと錯覚していたら実は婚約相手がいたりすることがあって、デートを始める頃に彼女がいるか確認しているのですが、同時進行で本命を作られることもあって自分に自信がなくなってしまいそうです。遊び相手なら割り切ることができるのですが、今後も向き合っていきたいと考える相手がそういう人ばかりで、自分自身の見る目のなさに嫌になります。神田さんは男の人のどこを見て信用できるか決めていますか。はあ、なるほど。どこを見て、雰囲気
雰囲気。この言うても私見る目ないんですけど、見る目ないっていうかそんな、うん、人にアドバイスできるほどじゃないんですけど、雰囲気なんか言ってんだろうね。雰囲気かな、なんかね、雰囲気。私あのこの人こういう感じそうっていうのがすごい当たるんですよ。その雰囲気なんか、あ、いいなって思う雰囲気、なんかもうほんと直感の話になっちゃうんだけど、スピリチュアルな、なんかちょっと直感的な話になっちゃうんだけど、雰囲気で見ますね。あ、暖かそうだなとか、あ、こういう言い方するんだとか、あ、なんか、あーみたいなんとか、うわ、ここいいなとか、雰囲気でなんか察してく。あと LINE した感じとかね。一回ね、どうしようもない人にね出会うとね、なんかそれがなんかいい経験になって、こう見極められる力にもなったけど、うん、なんか自信なくなっちゃうよね、こんだけ連続でね、なったら真面目そうなとってもいい人っていうよりかは、あ、この人めっちゃ誠実って確信を持ってる人の方がいいと思いますよ。コリトの動画で結構私お酒も進んで結構べちゃくちゃ言って、でどこ使おうかなと思って、本当に血液型でなんか B 型が苦手とかも普通に言ってたりするのをバンバン使ったんだけど、でもなんか使ってない部分の一個として、私は本当に誠実な人が好きっていうのをずっと連呼してて、その誠実そうってよりかはもう、あ、この人本当誠実って思う何かがあると、私はガッて心がこう奪われていっちゃうタイプかと、うん、そんな感じですね。真面目そうにはみんないくらでもできちゃうから、あ、本当この人優しいなみたいなんとかも、まあ、優しさとかも、ね、偽りでできちゃうと思うんだけど、誠実っていう部分に関してはなんかもう、なんだろうな、なんか、まあ、出来事がきっかけだけどグッてくる部分があるっていうか、そういうので好きになるかな、うん、から男性のどこを見るって言ったら雰囲気と態度っていうか、そういうのでだと思います、うん、難しいねこれ。なんかさ、みんなでさお酒飲みながらこういう話題したよね、男性のどこ見るみたいな、え、何から見るみたいな、靴、時計みたいな、え、目みたいな、歯並びとか、いろいろあるじゃん、女子会、女子ならではのワードが。そういうのみんなでやりたいっすよね。まあそれはマネージャーさんが動いてくれてるので、みんなでやりたいなっていう感じですが、そんな感じでございます。はい、次、ででん、神玉さん、こんにちは、こんにちは。同い年の神玉さんが元気に活動していることに、いつも励まされている女です。ありがとうございます。私は自信が持てません。1年前に婚約者に振られてしまいました。会社で出会った同い年の方で1年ほど付き合いしていました。理由は彼の転勤で移動後の想像以上の仕事と今の恋愛を両立できないと言われてしまいました。話し合えないまま一方的に言われ、その後なんとか立ち直り、次会った時笑って胸を張れるようにと日々前向きに生活しようと心がけていますが、たまにの出張で私の部署に来た彼を目撃して何とも言えない複雑な気持ちになってしまいます。その後いつも自信をなくし落ち込みがちです。仕事を頑張りたいのに空回りします。鏡に映る自分の姿にも落ち込んでしまいます。自分を、なんだ、漢字が読めない、自分を鼓舞か、励まし奮い立たせること、自分を鼓舞してワクワクをかき集めてもすぐしなしなになってしまいます。努力が足りないということなんでしょうか。彼とどうこうよりも今の自分に自信を持ちたいです。ぜひアドバイスをお願いします。なるほど。なんか自信を持つためにはコツコツ何かもうめげずに、こう一日で自信が生まれることもあるかもしれないけど、日々コツコツやってることで自信は生まれると思うんですよ。っていうのもですね、私上田さんのところでトレーニングを始めて、まあ、知らぬ間に O脚がどんどん改善されてきたんですね。で最近マウジーでデニムを買ったんですけど、それを履いてピシッて立った時に、あ、本当に O脚で悩んでた私が
こんだけくっつくようになったと結構自分で感動してまして、それってなんか日々の積み重ねでコンプレックスが解消されて、なんかデニムを履くことに自信を持ってたんだけどっていう、なんかそういう感じなんだけどってなったら、やっぱ努力をコツコツしてることでいつの間にか自信が生まれるのかなっていうのは思いました、うん、自信の持ち方、まあ、私が一番やるのは、じゃあ1週間後これやろう、うん、分かりやすく言った方がいいか。私がもし野球選手だったら、この明日からのジャイアンツ戦ではヒットを1日2本打とう、それが3試合連続に毎日さヒット打てたら、こうそれが自信になるじゃん、やったやればできるじゃんみたいな、そういう小さな1週間ごとの目標を立てて、それを改善できるかどうか自分自身がチャレンジしてって、てかこう努力して、それができた時に自信って持てたりするみたいな感じをよくやる。今週は絶対これを片付けようっていうので、毎日こうやってやってやって片付けた時に、私できるじゃん、やればできるじゃんって自分自身を褒めてあげるみたいな、本当そういうので自信を私はつけていきましたけれども、努力が足りないっていうよりかは、今は多分どんどんマイナスに考える方になっちゃってってるから、こう彼自身の都合で振られたわけだし、相手の、なんだろう、自分がこう何かしちゃったから相手を傷つけて別れたわけじゃないし、これはなんかもうしょうがないなっていう割り切りは一個必要だとも思います。なんとも言えない複雑な気持ちになっちゃうのもわかるし、なんだろうな、もう悲しいのもわかるし、でも自分自身がダメだから別れたわけじゃないし、うん、しょうがないって割り切る心も大事な気がするっていう感じですね。自信は日々の積み重ね。例えばじゃあ鏡見て落ち込むなら、鏡見て落ち込まないように、もうめっちゃ笑いながら鏡を見ると、私なら大丈夫って言い聞かせたりとかさ、そういう感じですかね、うん、まあ言うて私も全然自信がなくて、こうなんだろう、鏡を見てもうわ目離れてるみたいな感じで、お風呂に鏡持ってってひたすらこうやってたりしたから、なんか、うん、でもそういうのがこう時間とともにこう徐々に、なんて言うんだろう、自分の中でこう受け止められてって、なんていうのかな、うん、あっという間に月日は流れちゃうけど、気づいたら自分自身も何か収穫してるみたいな感じかな。一日一日の意識が自分を変えるというか、そんな感じな気がします。はい、次ででん。神田間さん、こんばんは、こんばんは。動画いつも楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございます。相談させてください。はい。私は女、現在22歳の社会人2年目です。会社では人間関係も良好で、ありがたいことに上司や周りからの評価も高く、給料も安定していて、何不自由なく働いています。ですが、私にはずっとやりたい仕事があり、今の会社ではその仕事ができないため、やりがいを感じられません。そこで今の会社を続けながら、週末やりたい仕事ができるアルバイトを始めようと考えてます。転職活動も何度も考えましたが、なかなかそのやりたい仕事の求人がかからないため、アルバイトをしようと思いました。平日今の会社で働いて、週末にアルバイトをする生活は休みがかなり少なくなるため、体力や精神的に続けられるかどうかすごく心配で悩んでいます。休みは月に1、2回ほど。親や友人に相談したところ、いくら若いからといっても体力が続かないと思うからやめた方がいいと思うと反対されました。私の願望はアルバイトを続けて、いずれ社員として採用していただけたらいいなと思うと考えておりますが、神田間さんならどうしますか？長々とすいません。やっぱりダメだったと挫折して周りの人たちに迷惑をかけてしまいたくないのと後悔したくないので、こんな意味に相談に乗ってほしいです。よろしくお願いいたします。なるほど。私から言わせてもらうと、休みが少なくなることで精神的ダメージはとてもあります。うん。なんだろう。軟式の仕事はまあ最近落ち着いてるけど、まあ YouTube があるじゃないですか。こう、去年が本当に私は精神が本当に終わりかけましたけど、もうね、
正直あの体力はなんとかなるんですよ。もう疲れたと思っても動かないといけないから動けるんだけど、精神面がね、多分人間こう一回リフレッシュすることが大事っていうか、うん、それがなくなるのはね大変ですね、うん、体を優先したらやんない方がいいと思うけど、まあ、自分の容量次第というか体力的には続けられると思うけど、精神的に私は病んじゃいそうな気がする。でもやれなくはないのは、私がこう会社と YouTube と軟式とやってて思うことかな。なんかみんなさ、土日にさ、次の土日何しようとか、いついつの土日何しようとかって予定を立てるものじゃないですか。私軟式始めてから土日の予定をちゃんと立てたことがなくって、から急に今週の土日暇だ何しようとかなることとかあると、どうしたらいいか分かんなかったりとかで、今はまあ YouTube をやってるから、結局土日YouTube 何本撮れるとかっていう計算になってきちゃうから、結局は休むっていうよりかは何かしらできるってなっちゃうから、でもそれが私にとって苦痛かって言ったらそうでもなくて、まあ、休みたい時は休みますけどっていう感じなんだよね、私だったら多分とりあえずアルバイトしてみると思います。どんな感じになるかっていうので、バイトしてる時点できついなって、もう本当に無理だなって、まあ慣れるまではきついと思うけど、まあ、とりあえず3ヶ月くらいは粘ってみるかな。それでも本当にきついってなったら、そこで真剣に考える。どうしよう。アルバイトの方頑張ってやりたい方をやるかとか、で正社員になるのを頑張るかとか、なんかいろいろまたそこで考えるかな。とりあえず私だったらやってみるになるけど、私の経験上精神的に辛い気がするなって思います。はい、そんな感じでございます。はい、次ででん、かんなまさんこんにちは、初コメです、いらっしゃいませ。かんなまちゃんの動画全部大好き、気分によっていろいろな動画を見返してます、嬉しい、ありがとうございます。長文ですが相談に乗ってください。はい、私はもともと海外の大学に一度通ってから日本の大学に1年生から入り直したものです。なので現在1年生ですが、年は21歳です。最近こちらの日本の大学で知り合った男友達、1年生19歳のことで相談があります。この前の6月の誕生日にこの年下くんから高価なプレゼントをもらいました。あまりに驚いたので調べたところ 1万4000円のものでした。率直に言うとそんな彼には好意を持たれていると思います。でも私は彼のことが好きなのかどうか分かりません。むしろこの品物をもらってしまったがゆえに、付き合おうと言われたら断れないのでは、特別扱いされて舞い上がってるのではと思っています。正直私は他の男性との交流も広げたいですし、この男友達とは万が一別れた時に気まずくなるのが目に見えてしまいます。可愛い年下の男の子でキュンとすることもあります。それでも今まで交流をした男性の数が圧倒的に少なさすぎて、この人と付き合っていてもいいのかな、いいものなのか悩んでいます。あと実は最近話してみたいなと漠然とですが感じた先輩もいて、彼のことが気になっています。全くと言っていいほど話したことがないのですが、彼にアプローチしても良いと思いますか。長文乱文ですいません。お時間がありましたら神田さんの意見アドバイスと教えてください。よろしくお願いします。いつも神田さんのビデオを見ながら癒されてます。メイクも参考にしてます。これからも応援してます。ありがとうございます。うん、高価ですね。19歳が14,000円、すごい。私も好意を持たれてると思うし、なんだけど、その行為をどうするかは、この人自身が決めることだから、高価なものをもらっちゃったから付き合わなきゃいけないとかっていうのもないし、断れないっていうこともないと思う。そうなんだ、見返りが欲しくて相手ももらあげたわけじゃないと思うし、
で私はこの気になる人の方を頑張ってほしいと思う、うん、思うかな。でもその19歳と付き合ったらその19歳大事にしてくれそうとも思う気がする。なんか、うん、彼女でもないさ人にさ19歳がさ、まあ年上だからっていうのもあるんだろうね、すごい頑張って多分プレゼントしてくれたわけじゃん。もし付き合えたってなったらその19歳はすごい頑張って付き合う気がするけど、気になる人へのアタックをまずは頑張ってみてほしいなって私は思っちゃう、うん、からアプローチしていいと思いますって思いました。うん、わかりますよ、あの男性との交流を広げたいって、私もそういう時期があったんですごいわかりますね、うん、広げたいなら広げた方がいいと思います。で結局なんか私の場合は別になんかそこまで広がんなかったし、そこまで広げる必要もなかったかなみたいな、いたい人といた方が楽しいし好きな友達と会える方が嬉しいしみたいな風に落ち着いたのが私です。こんな感じですかね、うん、だからまあこう高価なものもらっちゃってちょっとえっていう部分もあると思うけど、自分自身が誰のことが好きかっていうそっちをなんか大事にしてほしいなと思いました。はい、次いてでん、こんばんは。こんばんは、数ヶ月前から動画拝見しています、ありがとうございます。神玉さんが病院で検査をしたという内容の動画にコメントさせていただき、また YouTube のダマラジオのコメント欄でも質問や相談を受けていることを知らずに、昨日あたりにアップロードされた動画のコメント欄に、コメント欄でも質問を受け付けてダマラジオで取り上げてほしいみたいなことをコメントしちゃいました。あ、そうなんですね。全然、通常の動画はコメントを拾ってたらキリがないので、ここで募集するようにしてます。はい、それはさておき、以下の内容は相談というほど、のことでもないのですが、同じ悩みを抱えている方案外多いと思うので、次回以降のダマラジオで取り上げていただければ幸いです。はい、私は25歳、26歳と同級の男です。母親曰く、私赤ん坊の頃に右ばかりを向いて寝ていたそうで、そのせいで頭の形がかなりいびつです。後頭部を見れば一目でわかるほど変形しており、横側も前方を斜めから見た時の顔も左右でかなり違います。また顔面も後頭部の歪みとともに変形しており、右の後頭部が潰れたことによって押し出されるように顔面の右側が前に出てきてしまっており、顔が左右で非対称です。みんな誰しもは顔は左右非対称ですし、頭の形も若干変形している人などごまんといると思いますが、私の場合は相対的にその程度がひどく、したがって少なくともこの点において私は自分に自信がありません。ヘルメットや剣道の面をかぶってもそれらの中心が顔の中心には来ません。どんな髪型にしても頭の形が非対称なのが分かってしまいます。他人からは頭の形がおかしいとか既成児呼ばわりされたこともあります。既成児呼ばわりか。うん。人見知りはしないので社交性はありますが、このコンプレックスのせいで女性に対して自信は持てません。私は文系の大学院生なのですが、見た目が B ボーイかつヒゲ面で、女性からは遊んでそうとか言われるだけに、大学院生には見られないため、見た目と肩書きのギャップには自信があります。言わんでいいよ、別に。ともかく、こんなコンプレックスを隠すために、私は外出するときには必ずニューエロのキャップを逆さに被ることで、頭の形を隠して生きてきました。このように一生どうにもならない、かつ、人は思うほどそう見ていないとはいえ、見られれば気づかれやすいようなコンプレックスを抱えて生きている私ですが、せっかくまだ人生は続くので、自分の体格を変えようと4年間自宅で筋トレをして、当初60キロだった体重を76キロまで増やしました。コンプレックスがあっても他の点において努力をすることで何とか自分に自信を持てるようにしてきたわけですが、ふとした時、に上記のコンプレックスが頭をよぎり、自分が嫌いになってしまうことがあります。コンプレックスとの付き合い方について神玉さんはどのように考えますか？どんな切り口でも構いませんのでお話しいただければ幸いです。なるほどね。コンプレックスはまあ私もあります。さっき O脚の話をしましたけど、 O 脚以外に全然あります。それはもう堂々と見せてます、私の場合。
なんか一時はすごい隠してたんだけど、もういいやと思って出してますね。うん、多分実際に私と会う人しか分かんないと思うんだけど、でなんか言って突っ込んでくる人もいれば突っ込まれない人もいるし、まあそれは人それぞれだけど、それを受け止める受け止めないも人それぞれだし、うん、でもそのなんだ、自分がね、なんかそれを全員に分かってもらおうとも思ってないし、自分自身がそのコンプレックスと向き合えてるから、まあ別にいっかみたいな感じなんだけど、でもまあ女性において自信がないって言っちゃうかもしれないんですけど、女性って多分男性よりも外見的な要素は気にしないとも思うし、なんかその全員が全員ね、人は思うほどそう見ていないとは言えって言ってるんですけど、実際本当そうだと思うし、完璧な人なんていないし、だから自分自身がそのコンプレックスに対するモチベーションっていうか気持ちの向きようをしっかり保つ、けじめをつけるというか決意するというか、そうすることでなんか変わるんじゃないかな。でもふとした時に不安になったり落ち込むのはコンプレックスがある以上はしょうがないと思うんですよね。でもそれをずるずる引きずってたら楽しめるものも楽しめないから、私はこう正々堂々としちゃう派でございます。だから後輩の言葉にも、え、どうしたんすかとか言われるけど、え、なんでもないけどみたいな感じで、あとはなんかその冗談で返したりとかもするようなコンプレックスが私はあるけど、自分の中ではもう吹っ切れてるから、長く続いたけどね、去年くらいまで引っ張ってたけど、もう今年はもう全然いっかみたいな感じで正々堂々としちゃってるみたいな感じではありますね。コンプレックスは治るものもあれば治らないものもあるから、自分の気の持ちを自分自身でちゃんとしっかり決めるというか、自分自身がちゃんと向き合っていれば分かってくれる人は分かってくれるし、それでいなくなる人はいなくなると思うしっていう、なんて言うんだろうな、みんな人のために実際生きてないっていうか、自分自身が一番大事と思ってるっていうか、自分自身を一番大事にしないといけないと思うんですよね、自分の人生だから。あれ、自分自身をこうコンプレックスももう包み込んで好きになってあげて、その中でじゃあ分かりやすく言うならば、人へのコンプレックスが本当に嫌なら整形して改善すればいいと思うし、とかそういう改善できるコンプレックスは私はどんどん改善していった方がいいと思うし、でもそれでも治らないコンプレックスに関してはもうそれと自分は一生ついてもう生きていくんだっていう覚悟を持つことが、覚悟を持って、その上でじゃあ気の持ちをどうしようっていう、そっちを考えて毎日ハッピーに生きられたらなって思う感じでございます。はい、伝わりましたでしょうか。そんな感じですね。はい、次いてでん。神田さん、いつも動画見てます、ありがとうございます。神田さんのファッションやメイク、考え方、姿勢、全部憧れです。わあ、嬉しいですけど恐縮です。これからも動画楽しみにしてます。そんな憧れの神田さんに恋愛相談をさせていただきたいです。はい、私は女子大生です。半年前に別れた元彼のことが忘れられません。別れた理由は私の一目惚れで、告白は相手がしてくれて付き合ったんですけど、自分に自信がなくて、その自信のなさから彼のことを全て信用できなくてしんどくなってしまったのが理由です。別れてからも友達としては連絡を取っていたのですが、私が自分から振っときながら彼を失ってから、彼のことがずっと好きなままのことに気づきました。友達のままで半年間いて辛かったので、復縁したいとかそういうことは言わなくて、好きなままということだけ伝えました。彼の答えは今は考えられないでした。そこから彼との連絡も気まずさからだんだん返信も遅くなっていき、最終には終わりました。それから
1ヶ月経って最後のチャンスで LINE してみようと思い、軽く元気のような感じで送ったら、彼から元気です、ごめんね、離れてから分かったけど俺には必要な存在でそばにいてほしいと思ったと言われました。まさか元気からそのような返信が来るとは思っていなかったのですが、ありがとうと言ったら夏休みにご飯に誘ってくれました。そのあたりから急に返信が遅くなり、1日5返信が多く、その間は5日間ご返信でした。彼はサッカー部に所属しているので部活が忙しいのかもしれませんが、5日も返信をほっとく心理がわかりません。必要な存在だとか言ってくれたのは彼なのに、彼の考えが理解できません。返信の速さで決めるのはおかしいですが、翌日とかではないのでよくわからないなというのが本音です。神田さん、このような関係はもう終わったも同然でしょうか。男性は軽く口では言ってしまうものなんでしょうか。話にまとまりがなくて申し訳ないです。とんでもないです。自分に自信がなくて相手のことが信用できなくて半年前に別れた元彼がいます。で、友達のまま半年間空いて、その時に一旦好きって伝えました。でもその時は彼の方はわからないっていう感じだったんだよね。答えがまあ3、まあ、×に近い感じだったんだけど、それから1ヶ月後に元気って送ったらごめんねってなって、必要な存在って言われたにもかかわらず、ご飯誘ってくれたにもかかわらず、全然連絡が返事が来ないっていう感じってことですよね。私は自分のものって言い方したらおかしいけど、自分のものになってない女性に対してはみんなガツガツ来るのが男性のなんか本能的なのなのかなって感じてる女性なんですけれども、なったら彼の方は自分のことこいつは好きっていうのを分かってるから、ちょっと余裕があるから返事が遅いのかなとも思うし、まあ忙しいのもあるから返事が遅くなるのあると思うけど、でも好きな人からの返事だったらできる限りすぐ返したいと思うんだよね。なったら、このような関係は終わったも同然っていうか、ちょっとあんまいい関係とは言えない気がする。なんかズルズル言っちゃいそう。で、男性は軽く口では結構言えちゃうものだと思います。からこれ、夏休みもご飯行ったかな、ご飯行くにしても相手がちゃんとなんかこう自分を思って行動してくれるかどうかっていうところをなんか見た方がいい気がする。自分自身がそんな好きって今なってないなら、他の男性も見るくらいな余裕をちょっと持ちつつ、この方とのご飯に行ってほしいなって思った。そんな感じですね。てかもっといい人いると思うよ、会う人がって思っちゃったかな。なんかご飯行こうって誘ってくれて、そっちからなんか好意あることを言ってくれたのに、なんか逃げてっちゃうのって信頼できないなって私は思っちゃいます。そんな感じです。はい、はい、次でね、神田ちゃん質問です。付き合っていない異性と旅行かっこ多分泊まりってどうですか。相手から遠出をしたいと言われ、私もまんざらでもないので行きたいと言ってしまいました。ただ泊まりだとどうかなと思っています。神田ちゃんなら行きますか。私だったら行かないです。好きな人だったら行きたいなと思うところもあるけど、でもなんか遠出をしたいって言って、なんかこう付き合ってない男性とのね、なんかなんかやだ。駆け引きができるならいいけどね、そのもし泊まりってなった時に、じゃあベッドの上になりましたって時にちゃんと駆け引きができて、ちゃんとこう自分を守れるならいいけど、そうでないなら私は行かない方がいいと思いますよ。でもこの方が何歳かわかんないけど、まあ行ってみたいなと思うなら行ってみるのありだと思う、経験として。それで男の人を知るっていうのはありだとは思います。そんな感じです。はい、でなんかこの
このなんだシャープ39の最初の質問を私がなんだ理解を解釈を間違っちゃってて、ちょっとあの間違った返答しちゃってたらしいんでごめんなさい。今コメント欄を見てすごく思った。はい、次ででん。こんばんは神玉さん。こんばんは。私は撫で型と貧乳で体にメリハリがありません。でもだるっとした緩い感じの服が好きなんですが、何か少しでもカバーできるような工夫があったらアドバイスいただきたいでよろしくお願いします。見てみないと身長とかも全然わかんないのと系統もわかんないので何とも言えないです。ごめんなさい。でも貧乳で撫で型でとか持田香織さんとかそんな感じかな。そっち系だったらいい感じでの気が、じゃあ見てみないと何とも言えないのでごめんなさい。はい、次でね。こんにちさ、こんにちさ。彼女が脇が甘すぎてムカつきます。いつも言ってもわからないみたいなんですけど、どうすればいいですか。これはね、わかんない人はわかんないと思うんだよね。あら、もうまあ彼女を変えるより自分が変わる、もう彼女はそういう子なんだっていうのでこう受け止めちゃった方がイライラしなくて済むと思います。気が甘くてムカつきますか。わからないのわかんないんだよね。どうすればいいですか。私だったらもう、ああこういう子だっていうので受け止めちゃう、そんな感じです。はい、次ででん。パンダマンさん、こんばんは。こんばんは。いつも動画楽しく見させていただいてます。ありがとうございます。早速ですが相談です。はい、私には今とても仲のいい友人かっこ男がいます。私は仲のいい友人と思っていますが、なんとなく普段の雰囲気の変化などから告白されるのも時間の問題だと感じています。神奈間さんだったらこの場合距離を置きますか。私は今他に気になる人がいて付き合う気はありません。ご意見いただきたいです。文章まとまっていなくてすみません。伝わると嬉しいです。伝わってます。私だったら実際言われるまでは距離を置きません。笑い飛ばしちゃうかもしれない。告白されて、そういう感じだっけみたいな、すごい気持ちは嬉しいんだけどごめんみたいなので向き合って、でも仲がいいなら私は、とても仲がいいんでしょ、だったら私は友人として、こっちは友人として付き合っていきたいですっていうのは伝えるかな。でも向こうは多分友人とは無理、友人としては無理だから、そこでもう自然と離れなくてもこう結果離れるっていうか、あ、まあだったら最初から離れちゃうのもある。あ、そっか。おお、難しいな。こっちに気になる人がいるっていうのを言っちゃえばいいんじゃないかな。そしたらやはり自然とこうなんか告白されなくなると思う。どうだろう、こっちが他に気になる人がいるっていうのが相手にとても仲いいその友達に伝わってなかったとしたら、思わせぶりに、あ、待って電池が1個、思わせぶりにも感じてしまう気がするから、そう思いました。ちょっと待って、電池がやばい。いきますね。次、でねん。こんばんは、こんばんは。いつも楽しく拝見しています。初コメです。いらっしゃいませ。2週間前ぐらいに1年ほど付き合っていた彼に振られました。その理由が好きかわからなくなったと言われました。でも別れる時の電話で号泣してたり、別れてからも LINE や電話が来ます。友達とかに相談すると未練あるよと言われ、少し期待してしまっている自分がいます。未練はないと思いますか？また彼は別れてから仲のいい友達に戻りたいと言われてるんですが、私は付き合う前には戻れないと思ってしまいます。神玉さんはどう思いますか。長々とすいません。答えていただけると嬉しいです。これからも頑張ってください。ありがとうございます。好きかどうかわからなくなったと言って振ったなら連絡してくんなよっていうのも超思うんですけど、未練はあると思います。未練はあると思う。仲のいい友達にはそして戻れないと思いますから、この方が戻りたいなら連絡してくるなら連絡をもらうと、私はあなたを忘れられないから連絡してこないでってもう自分にもう厳しく言っちゃった方がなんか、なんかずるいなって思っちゃった今。といて連絡してきて友達に戻りたいみたいな、どんだけお前のわがまま聞かなきゃいけないんだよってすごい思っちゃったんだけど私は未練はあると思うし、付き合う前には戻れないと思います。こんな感じですね、
なんてわがままなんだこの男性は。はい、ごめんなさい。すぐこういうね、ぐちぐち言っちゃう。ああ、大変。あ、終わった。ああ、よかった。電池間に合ってよかった。ごめんなさい。シャープ40まで電池の関係でいけない。バッテリーを変えって話なんですけど。遅くなってしまいましたが、コメントありがとうございます。ね、本当に、この、ダマラジオが好きっていう意見をね、返信、今度やる神玉改造計画のやつでも、すごいたくさんね、こう、アンケートで書かれてて、あ、なんか嬉しいなって思って。なので、こんな長々とお待たせしちゃうんですけれども、今後ともよろしくお願いいたします。というわけで、長々と喋っちゃったので、歌わずに終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。バイバイ。